はい、かわいい筆文字カタカナ編ラストですね。ラリルレロをいきます。じゃあ一文字ずついきますね。ラです。ひらがな編カタカナ編、大体です、大体ですけども、あの一箇所が太いというのがパターンです。ここが太くて、あと細くです。ラ、まあ、こんな感じでラとかね、ラですね。はい、次リです。リはぐるぐるっとしてこれだけですね。リ、これでリです。次ルですね。ルーもこちらだけは太くですね、ちょっと細くです。で、あのこれでもいいですし、僕はこう太く細くをしてルー、このパターンが多いと思います。どっちでも構わないと思います。ルーですね、ルーです。はい、次レーです。こうですね。あとはこっちも太く細くからこれでもいいと思います。どっちでも、まあ、あの太いままの方が簡単かもしれませんが、こうですね。レーです。次ローですね。ここ太くて、あとはもう細くです。ロー、まあ、あのまあ1箇所2箇所太くても構わないと思う。こうしてね、これでも構わないです。まあ、太いとこと細いとこをこう作ってしまうということが、テクニックだと思います。ではラリルレロ続けて書きますね。ラリルレロですね。もう一回書きます。ラリルレロ。今はちょっとルーパターン変えましたけど、さっきまで上から下でしたけど、下からもありますね。こうしてル、これでもいいと思います。書き順を変えるっていうのの一番分かりやすいのは、上から下を下から上とか、左から右を右から左、これ全然これだけであのイメージが変わりますので、試してみてください。チャンネル登録高評価いただけると嬉しいです。またこんな言葉書いて、こんな文章書いて、友達が誕生日なんで名前どう書いたらいいですかとか、何でも構いませんので、そういう場合コメント欄にお願いします。以上になります。